交渉によって2代目代行との話はまとまった。あとはこの場を切り抜けてけじめをつけるだけだということで、じゃあ今回ね先頭からやっていきますよ。よしよし、一人ずつ来い。え、これなんだろう、小橋やがいか。お、持ってんじゃん。いてて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 、痛い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 。でいや、も、脳を持たせてくれ。オッケー、いてててて。おーし、おお、つえ、よし、持たせてください。おいおいおいほい、よし、まだか。あ、まだいる。はい、ナイス。さよなら。あ、ちょっと待って、これはチンピラに変えるか。はい、よし、少なくなってきたよな。よし、あと一人か。数の暴力なだけだったな。よし、小田と橘は無事に逃げれたようだな。はい、え、どっち、固く閉ざされて開きそうにない。あ、じゃあち、え、上のボーナー危険。どっち行ったんでおじゃる。え、こっち、おお。こっちは違うのね。え、なになになに、もしかしてまだいんのか敵。こっち、え、こちら桐生さん、あ、こっちね。あー、小田ちゃん、橘さん、桐生さん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。頼もしい。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立場そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。はい、ええ、行きましょう。いや、外にいるだろ絶対。いるいるいる。あ、いますよね。ですよね。あ、ちょっと待って、小橋屋スタイル、いでででいで、ちょーっと、よし、ちょ、これも出せて、これこれ、オッケー。あ、まだいる。あ、小田ちゃん、小田ちゃん、助け立ち出す、オッケー。からのお前もか、オッケー。まだいんな、まだいんな。ちょっと待って、これも、これ持ってこう。来た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 。この物持った壊しはほんと強いな。ちょっと待って、あ、いてててて、チンピラ。よし、まだおるか。あ、なんかめっちゃ物持ってるやついいんじゃん。はい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 、よし、ほいやー、トロを持って、え、ねえ、ちょっとね、はは、はは、おだちゃん、じゃあ私こっちやるね。
おう、壊し屋スタイル、いてー、オッケー、後ろからアタック、イエーイ。まだいるか。あ、本部とありゃでかいね。あ、アイテムあんじゃん。よいしょよいしょ、アイテム持って、はい、オスタミナ XX、 どっちです、あ、こっちですか。まだいるよな絶対な。あ、この辺から出てきそう、左からヒュって、あ、いやいやいや、一人ずつ来い、一人ずつ、ほい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 、こうなったらチンピラか。おお、ジャパン、さよなら。よし、オッケー、よし、刀、いれれれれれ、いかん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 、いかん、いれれ、まだ続くんか。あ、なになになに、回復したいんだよな。大丈夫か。なんとか。それより先を急ぎましょう。うん、出口はあっちだ、急ごう。あともうちょっとだよな、もうちょっと、もうちょっとでやってほしいぞ。ちょっと回復しまーす。おっきい、お、アイテム、スタミナロイヤル。そのハンター側なんかあんのかな。こっちはないか。うわ、来た来た、もう持てるものない。じゃあチンピラでやるしかないか。いただだ、持たせて、はいはい、行って行って、いたいたいた、はい、わ、行ってよしよし、あと一人か。超えた。あ、あ、ちょ待って、ちょ待って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 、はいはい、持ちます。ちょうちん、よし、
てるやつないかな。痛い、ちょ待って、はい、よし、ちょ、あ、壊し屋だよな。よし、誰だ、あと2人か。いって、ちょ、おま、いた、だ、このオッケー、あ、まだいたわ。終わった。はあ、長い戦いだったぜ。生き延びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。うん、あ、新原さん、桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。キリュウちゃん、どちらかというと仇で生きていってほしいですけどね、ムーンさんは。いや、セブンの段階だとなんか死んだことになってたんだよね、キリュウちゃん。だからそういう話も気になる。本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組やキリュウカズマに手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。あ、ついにこの人出てくる。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかもわかります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか、渋沢。そう、渋沢さん。殻の一つぼは俺のこの手で差し出しますよ、親父。この人ちょっとなんか頭脳派っぽいよな。あのクゼと阿波野がさ、なんかめちゃめちゃこう体育会系、どっちかというとに対して渋沢さんは頭良さそうな感じがする。脳筋に頭脳派みたいな。いや、渋沢さん厄介だと思うな、一番。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一つぼが必要だと。本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたら、なんであんたはそんな体を張ってまで殻の一つぼを狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんか、ね。いや、あなたのところの社員ですからね。社員にも言えない企業秘密か。
あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんが私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀に。蒼天堀？蒼天堀？ええ。ですが、すぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢組、あ、さっきのね、渋沢さん。そう、厄介よ絶対この人。あいつが大人しそうに見えて。その渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一つも？ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか？あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く。真島さんに会える。キリュウちゃん、殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。キリュウの言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか？誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、オダ。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん？ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。わあ、蒼天堀行くんだ。ここでつながるか、ついに桐生真島で。蒼天堀にね、殻の一粒の所有者がいるって話ですが、やっぱり所有者あれかな、誠ちゃんなのかな。いや、でもあの子が土地持ってるように見えるかっていうと、いや、みんなが誠ちゃんを狙ってるか、やっぱり誠ちゃんなのかな、土地の所有者。本人も何も知らなさそうだけど。蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。あんたらはアジア街に戻ります。はいはい、話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか？私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目大根がめちゃもう骨ポキって言った。約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。はい、ま、行きますかね、すぐに。バレンタインって出てるな。
空の一つの所有者が大阪にいるとはな、しばらく戻ってこえないかもしれない。今のうちに準備をしておくか。幸い杉田ビルのオフィスもすぐ近くだ。しのぎで金を稼いでおくのもいいだろう。準備ができたらチンの店に向かおう。今ならアジア街にも自由に入れるはずだ。あ、まっすぐ行きましょうかね。目的地が2箇所出てるのだが、なんだこりゃ、なんだこりゃ。あーあー、久しぶり君。あれ、なんであなたもいるの。ブルセラ売ってた子。ブルセラの子よ。何、もうやだー、ちょっとちょっと堂島組から逃れられると思ったらまだいんのかい。いやーいやいや、ごめんねお姉ちゃん。はあ、じゃあセーブしよう。もうストーリーが気になりまくる。もう蒼天堀で集結するわけですな。あとやっぱ渋沢さんか、やっぱ出てきたよね。そりゃそうだよねって感じだけど、よし。まああれかな、阿波野と久世はどうなるんでしょうか、あの二人。散々ね、今までかき乱してくれましたけれど、私たちのこと。ん、あ、なるほどね、裏口と表口ってことか。ててアジア街。はい、ずいぶん歩かせるわね。あ、いたいたいた、小田ちゃん、小田ちゃん、あ、ごめん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 って、わざとじゃないの。よ、キリュウ君、準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。いや、何もやってないですけれども、行きます。ああ、大丈夫だ。大丈夫だ。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。あ、出た、服部先生。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に、空の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。お、来るぞ、聞きたい。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。うん、協力関係にある組織。お、その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから、空の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。はい、なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。キリュウさん、あなたは空の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですがキリュウさんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、キリュウさん。わかった。それで空の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。あ、やっぱり誠ちゃんじゃん。ただはあ、どうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え、その空の一坪の所有者は牧村誠という人物です。だよな。ってことはかくまわれてる組織っていうのはやっぱり D さんか。 D
D さんの組織、あのなんか中国マフィアみたいなこと言ってたじゃん、なんかそこなのかな、ね、あのアジア街もさ、ね、中国の方があって話し合ったと思うから、なるほどね、あー面白くなってきたわ面白いな。さてじゃあ新しい章いきましょう。はい、じゃあ冒頭だけ見て終わるか。よし、ということでまずまへん。村社会の複数勢力から標的とされる牧村誠、彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。リーはかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。そう、でも最後にね、渡辺健さんに似た謎の人が出てきたんだよな。徐々に誠を巡る勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。はい、あもうこれよ。え、D さん大丈夫なのかな。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。あ、いや、第11章ドブ川の底、あ、くさそうなタイトルだな。まあ、そろそろ終わりにしますけれど、あ、ここからなのね。 D さんは、まことちゃん、誰や、お前やめて、痛いまことちゃん連れてくの、あ、私は、あ、結局あれか、漁夫のリーって感じなのかな、渡辺謙が。あっ、うわー、ミミズバレがひどい。渡辺謙さんが持ってっちゃった。忠告したよね、殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。じゃあやめてよある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、
その猫を殺してやったよ。やだやだ、でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。渡辺健な、あの人のことまた全然わかんないもんな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？何も知りません。知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。そう、真島さんまだ空の一つものこと知らないんだよな。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。へえ。はあ、真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう、だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。うん、奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。うん、あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれているのかまあね、そうですね。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あ、そう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 、あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんだろ。分かってきたね、マジマちゃん。いい、怖いよ。怖いけど、西谷さんとあの白いスーツの人がグルだったとしたら、考えられるのは白いスーツの人が渋沢組の人間とかね。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルやったな。組員たちから誠の居場所を聞き出すか。はい、じゃあ今回ここまでかな。そうで、白スーツの人が渋沢組の人間で、堂島組もさ、今蒼天堀でなんちゃらっていう話してたと思うから、殻の一つ、殻の一つ僕かの所有者を奪い合うみたいな感じになってるから、
そう、それでさ、なんか殻の一粒の情報ってさ、蒼天堀だとあんまり広まってないんだよね。広まってるとしたらやっぱりなんかあの西谷配下ぐらい。うん。となるとなんか西谷が堂島組とつながってて、でその堂島組側の人間があの白スーツの人なのかなとか少し思ったりしてって感じだけどね。はい、じゃあ今回ここまでにしておきましょうか。そうで、あの近江連合の方ではさ、あの牧村誠殺せって言ってたけど、ね、堂島組とか登場会の方は殺すんじゃなくて、とにかく所有者を見つけてね、あの殻の一粒をゲットしたいっていうか、まあ、殺すのが目的ではないんだよね、登場会の方は。だとするとやっぱりあの西谷と白スーツの人がつながってて、登場会というか堂島組に情報を流してるみたいな、そんな感じかな、私の今思っていることは。はい、ということで、じゃあまた次回にしときます。ご視聴いただきありがとうございました。